ハニーオンベリーのギフトボックス。このコーナーではハニベリの2人が今あなたに伝えたいことをゲストをお迎えしてお届けいたします。本日のゲストはイラストレーターでデザイナー、シマリスアーティストでもあります福士悦子さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんにちは、はじめまして、よろしくお願いいたします。はじめましてお願いします。まずはね、はい、悦子さんに自己紹介をお願いしたいと思います。はい、あのシマリスとかリスをメインに動物のイラストを描いているイラストレーターで、あの通称シマリスアーティストとも呼んでいただいてます。よろしくお願いいたします。はい、シマリスアーティスト来ましたね。ついに来ましたね。下種目来たな、下種目。私が大好きですから ね。あの福士さんと私が知り合ったのはシマリスのイベント、はい、リスカフェというのがね、高円寺の、はい、あのポタカフェというところですよね、はい、あのポタリーって言ってお皿に自分で絵を描いて、あのそれを焼き付けてくれる、はい、あのカフェがあるんですよ。でそこのカフェであの福士さんが主催をされてる、もうリスが大好きな皆さんがいろんなものを作って集まってそこで販売をしたりするイベントがありましてはい、はい、そこでお会いしました。でも私実を言うと、あの福士悦子さんはもともとキャラクターデザインなんかもされていたので、うんうん、その福士さんのキャラクターのシマリスのマグカップをかなり前にお友達にプレゼントでいただいたんですよ、はいはい、そこがスタートでした。まさかその ね福士さんにお会いできるなんてっていう風に思っていてから多分もう20年ぐらい経ってるのかしら。そうなのね、そんなつながりで今日はスタジオにお越しいただくことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。リスカフェにお邪魔するたびに福士さんはあの皆さんに必ずサインというかサラサラサラってこうその方をリスにした絵とかを描いてくださるんですよね、はい、ねすごいんです。それで今日私たちもお土産に実は絵を描いてきていただきました。似顔絵こんな感じです。翔ちゃん素晴らしいでしょ。こんな感じです、ね、後でちょっと SNS に載せたいと思います。はい、はいはい、今翔ちゃんが記念撮影しています、ね、あの黒と白 しか使ってないんですが、そうなんです、すごく特徴を捉えてまして、これ私たちの、ね、ファーストアルバムのジャケットでしょうかね、うん、ジャケットの写真を ねそのまま絵にしてくださって、はい、もう私はあの福士さんは本も出されているんですが、ラブ頬袋という本を出していらっしゃる。タイトルキュンとしちゃいますね。もう本当ですよね。猫の次はリスだ、うん、肉球の次は頬袋だっていうサブタイトルがついておりますが、どうですか、猫好きの皆様、次は頬袋。頬袋の可愛さは分かる、うんうん、わかる、すごいわかる、本当、うん、よかった、わかる、あの、うん、ラッコとかもそうじゃないですか。あ、ラッコもなんかどっかからポッケがあって、ポッケからいろんなものを出してくるじゃないですか、うん、しかも何枚も貝殻を、そうね、そしてこう胸の上でポン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 、そうそうなんかその感じで、そうですね、ここにいっぱい溜めてるってなんかすごい可愛いじゃないですか。リスはやっぱりこう物を食べる時も両手でこう持って食べるから、うんうん、はい、まあ、拝んでるような感じとかって言われることもありますけれども、両手で物を食べる仕草が何ともこうなんか人っぽいっていうか、うん、なんか愛らしいですよ ね、うん、そんな福士さんですが、あのもともといつ頃からこんな風に月種目というか月種類がお好きになったんですか。そうですね、あの、うん、最初あの、はい、フリーランスのイラストレーターになる前に、ま、アパレルのデザインの会社に勤めてまして、そうなんですか、はい、でそこの先輩がたまたま、はいはい、あのうちでコリス生まれたんだけど買わないっていう、コリス生まれたんですか。はい、あのすごいですね、たまたま飼われてて繁殖に成功したそうで、でどうって言われて、もともと動物はすごく好きで動物の絵とかは描いていたので、うん、はい、あリス可愛いかもしれないなぐらいで飼い始めて、すっかりハマってしまって。そうだったんですか、はい、リスは繁殖は難しいんですか、はい、お家で飼っている感じの。そうですね、難しいんじゃないかな、はい、リスちゃんは、はい、あのオスとメス飼ってでも繁殖するとは限らないんですね、うん、ね、あと普段は別々のカゴで飼わないと喧嘩してしまうので、はい、よく聞きます、はい、なのでお見合いをさせて、なおかつその成功するっていうのがちょっと少ないみたいで、まあ、相性とかいろいろあるみたいで、そのまあリスさんの気持ちとか、はい、
どうなのね。そうなんだね。じゃあ貴重なベイビーちゃんを。本当ですね、はい、じゃあ本当に赤ちゃんの時から飼い始めて、はい、じゃあ慣れました、そのシマリスは。そうですね、まあ、うん、あの一応なんて言うんでしょうね、まああんまり小さいうちにお迎えしてしまうと良くないので、ある程度育ってからだったんですけど、ただなかなか警戒心が強い子で、あのよく小さいうちから飼うと懐くよって言われていたよりはちょっとクールな感じでした、ね、ちょっとツンデレな感じでしたかね。はい、そうですか。そうだから福士さんが2003年から雑貨ブランドとして、はい、リトルショップスタートされてるんですが、はい、結構スタートされてすぐくらいなのかな、あのマグカップが。そうですね、うん、マグカップ作っていたのが、まあ、2004年とか5年とかその頃なので、うんうん、割と初期の、はい、作品ですね。本当にもう20年ぐらい前に私はその作品と出会って、はい、福士さんの虜になってるわけなんです。ありがとうございます、まあまあ、リスンさんの虜と言いますかね。そうだったんだ。でも当時というか、うんうん、まあ、リスがプリントされているこういったものってあんまりなかったですよね、はい、なかったと思います、ね、うんうん、少なかったよねきっとね。そうですね、おっしゃる通りで、実は一番最初の頃のイベントは、うん、はい、まあお店のマークはリスだったんですけれども、動物雑貨のお店みたいな感じでやっていたんですね、はいはいはい、まあ、イベント出店しても、なので猫グッズとか、うん、ウサギグッズとかいろいろあって、まあ、もちろんそのあたりのモチーフはすごく人気で、はいはい、一番最初はもう猫グッズがすぐ売り切れてしまって、リスさんまだ残ってるみたいになったり。そういう感じだったんですね。はい、やっぱりあの、ね、リスのものを作ってるってことをまず皆さんに知っていただく前だったので、ただやっぱりおっしゃる通り珍しかったので、はいはい、リス好きな方が口コミで結構広めてくださって、あの、まあ、当時だとブログとかで有名な方がいらして、はい、例えば、リスのマグカップ買った方がブログでこんなマグカップ買ったよとか載せてくださると、はい、そこからあの見てる方が皆さんね、リスお好きなの で、 そうですよね、じわじわじわと広まるという感じでしたね。そうですよね、私もねブログに載せた記憶あります。ありがとうございます。あの本当そんなあの、うん、ゆりさんのような方々のおかげで今があるという感じですね。あの最初リスって売れないんじゃないのって、やっぱり普通に猫とかお好きな方からは、やっぱり猫の雑貨の方がいいでしょうって散々言われたんですけれども、うん、そうだったんですね、はい、でも何でしたっけ、うん、シルベニアファミリーとか、シルバニアファミリーとかはリスいますよね、キャラクターとしては、ね、ね、いますいます、はい、うん、でもまあ少なかったのかな。まあ、そんな中で福士さんがリスを勧めるため、あの皆さんにリスを知って、まあ、みんなリスは知ってるんだけど、はい、リスグッズを広めるためにいろいろと活動を始められたわけですね。そうですね、最初はやっぱりギャラリーさん借りて個展とか、はい、まあ、アートイベントとか、まあ、はい、いわゆるそういう絵とかグッズを売る場でいろいろやらせていただいてたんですけど、まあ、ここ最近は、はい、あの駅中ショップって今割とあの、はい、ポップアップショップがね、はいはい、アクセサリー売られてたりとか、まあ、お菓子屋さんなんかの場合もあるんですけれども、はい、ああいった場で作家さんが自分で作ったものを売るという流れがありまして、なので今割と都内の駅とかに不定期なんですけど、はい、突然リスのお店が現れたりしてます。リスいっぱいみたいな、はい、皆さんこう通りかかって、え、リスっておっしゃってこう通り過ぎていくか、まあ、立ち止まってくださるかという感じで、はい、はい、まあ、でもあのキャラクターとしてはすごく可愛いじゃないですか。はい、可愛、はい、ね、いですよね。あの私よく、クッキーのパッケージ、うん、箱で、はい、リスちゃんのプリントの、はいはい、クッキーを、ね、よくお土産で買ったりしますわ。そうですね、もしかして成功亭さんさんでしょうか。そうでしょうか、はい、そうです、美味しいもんね。美味しい、はい、しね、あのパッケージが可愛いので、はい、ね、ね、いろんな絵が、ね、あるんですよね、うん、迷いますよね、はい、あれで買うときね、迷うし、いろんなメッセージが入ってて、あの、ありがとうとか、はい、いろんなメッセージもあるし、あと季節で違ってくるね、季節もあるし、空港限定とかもあるじゃないですか。そうですね、そうなんですよ、ね、お菓子とリスってね、すごく可愛らしいですよね、うん、あの、はいはい、ね、ゆりさんにお越しいただいてる、はい、そのリスカフェっていうイベントでも、はい、まあ、パッケージにもちょっとリスがいて、あのリス型のクッキーとか、うん、まあ、こちらはハンドメイドなので、はい、割とちょっと凝った形のリスのお菓子っていうのも販売させていただいてますね。そうなんですよ、もう立体的なね、もうダクアースのリスですよ、リスでダクアースができてる。もう本当たまらないですよ、食べちゃいますけどね、はい、すごく美味しいんです。あのリスカフェさんは皆さん手作りで、あのお菓子も、はいはい、たくさん出されるんですけど、それもね、お味もいいん
ですよね。そうですね。可愛いだけじゃない。はい、もうパティシエさんが、うん、まあ、普段はあの素朴な形のクッキーとか作られてるんですけれども、うんうんうん、あのその時だけ。そうですね。リス型というのが今のところはイベント限定なので、うんうん、まあ、まあ普段はねそういう成功亭さんとかこう、まあ、少ないリスのものを探し求めてる方が、あ、ここのリスものは限定だってやっぱりおっしゃって買いに来てくださったりしますね、うん、まあ、でも根強いリス好きがいっぱいいるってことですね、多分。私は知らない世界でしたが、でも、まあ、そうなんですよね。私もそんなに普段から、まあ、言ってはいますが、はい、まあ、ゆり子のサニーデイという曲の中のナレーションの一つも月種目なので、私がリスを好きなことはハニーオンベリーを知ってる方はご存知かと思うんですが、ですね、はい、先週ちょうどね今週福士さんに来ていただくっていうことを、うんうん、コマラジで仕事をしてくださってる方にお伝えしたら、私も好きなんですっていう話になって、あ、じゃあぜひぜひ会いにだけ来たらなんて話をしてましたけど、うんうん、意外と皆さんちょっと隠してる部分があるかもしれない。隠れリス好き。あ、でも本当おっしゃる通り、うん、隠れリス好きさん多いんじゃないかって話はよくしてます ね、 ね、うん、そうですよね。なんかやっぱりワンちゃんみたいにこう、ね、外に連れて歩いてるわけではないので、はい、あの人リス飼ってるってなかなか見た目でわからないよね。主張しづらいね、はい、確かにね、うん、まあ、うん、でも実はっていうと意外と多いかもしれない。うん、そうですね、でもなんかこう仕草がこうね可愛、うん、いじゃないですか、うんうん、だから私はどっちかっていうとあのワンチャンス好きですけれども、猫ちゃんワンちゃんリスちゃんのパッケージがあの何かキャラクターグッズがあったとしたら、うん、なんかリスちょっと変わってていいから選ぶかなって思うな。いや嬉しいですね。あのなんか そういったお声をぜひあのいろんなメーカーの方に届けていただければあのやっぱりあの今の時期とかあの結構例年だと雑貨屋さんとか行くと、結構リスものがある年もあったんですけど、季節柄ね、はい、ただなんか年々ちょっとハロウィン商品のボリュームが増えたからか、この秋すごく雑貨屋さんでリスグッズ探したんですけれども、意外と見かけないよねって。そうなんですね、他の方とも、はい、そうかもしれない。なのでメーカーさんにリスの絵ついてたら買うのになって、多分皆さんがおっしゃっていただけたら、こう世の中がリスグッズでいっぱいになるんじゃないかと。かけ声をみんなで。そうですね、はい、だから仕草が可愛いじゃない。だからなんかこう作りやすいっていうか、ポーズが、はい、そうそうって思うんです、ね、そうですね。でも雑貨で言うとね、猫ちゃんとかの方がもう圧倒的に今はもう、まあ、そうですけどね、はい、ぜひ ね、 ねかなちゃんもそれをちょっと何かの折にそうですね、ちょっとずつ、ね、ね、メーカーの方が聞いてたら、ね、うん、そうかリスだったら皆さん喜ぶんだってなってほしいですね。あの変わってるじゃないですか、うんうんうん、ワンちゃんじゃもなくて猫ちゃんでもなかったらなんかリスとかあったら、ね、こっちも可愛いなと思いますよ ね、 いいすよね。今私の手元にですね、そのさっきね、うん、タイトルおっしゃってた、はい、ラブホー袋、ラブホー袋、うん、リスちゃんの、まあ、写真集なんですかね、はい、これは。そうなんですよ、写真とイラストと、はい、ね、そしてねちょっと塗り絵なんかも入ってて、ね、とっても可愛い本なんです。そのホー袋パンパンなリスちゃんの顔とかですね、はい、すごく綺麗な写真でありますもん ね、 ね。で先ほどちょっと打ち合わせの時にもねお話しされてたんですが、はい、リスってこんなにちゃんと写真って撮れないですね。素早くて、そうですよ、ね、うん、なのでこれちょっと眺めてるだけでもなんか可愛いですよ、うん、はい、あの本当プロのカメラマンさんでも、うん、小動物撮る方ってずっとそこで待って待って待ってカシャっていう感じ、うんうん、だから大変なご苦労されてると思いますよ、ね、自分が動いちゃいけないわけですもんね。そうですよ、そうですね、その木と同化するぐらいの感じにならないと、ね、撮れないもんね、小動物ってね。可愛い写真がいっぱいここに載ってますけれどもね、はい、さあここで、はい、リクエスト曲を1曲おかけしたいと思います、はい、今日ね福士さんに選んでいただいたのは小田和正さんの曲なんですが、この曲には何か思い出がありますか？そうですね、はい、まあ、比較的ちょっと新しめの曲を選んだので、うん、まあ、曲にまつわる思い出といいますか、はい、小田和正さんが、はい、なんと小学生の頃からすごく好きなので。そうなんですか、はい、で今もねずっと長く、うん、活躍されてるので、はいはい、やっぱりね何の業界でもねずっとずっと活動されてる方っていうのにすごく憧れるので選んでみました、うん、本当ですね、はい、それではお聞きいただきましょう。小田和正さんで風を待って。お届けいたしましたのは小田和正さんで風を待ってでした。今回ね仙台ツアーに行った時に、はいはいはい、東北大の敷地内も車で通りましたんで ね、 でね、はい、小田さんの母校、ね、東北大広かったな。広かったですね、うん、本当に、うん、広いな。
はい、というわけでね、宇田さんの気持ち、じゃあ本当小学生の頃からお好きでずっと、はい、あのコンサートとかも行かれてるんですか？あの意外とチケット取れないので、はい、そうですよね、あの世代がバレそうですけど、オフコースの解散コンサートだけ行きました、はい、行けたんですね、はい、それはあのさすがに東京ドームだったのでチケット取れました、うん、はい、いやそれ行けてるってすごいですねそうかそうか、あのまあ、リスのね、よく福士さんは SNS にもたくさん投稿されてるんですけれども、はい、1日1円もずっとやってらっしゃるじゃないですか、はい、そうです ね、はい、あれいつ頃から始められましたかね。そうですね、もう 5,6 年は経つと思うんですけれども、うん、はい、はい、そう、例えば七夕だったら、はいはい、七夕様になってるシマリスだったり、もうその日その日でいろんなシマリスをちょっとささっと書いた感じでアップしてくださってる。じゃあ今日はハロウィンリス、うん、あそうですね、あのハロウィンのイラストもたくさん載せてます。あの魔女の格好してるシマリスとかお化けの格好してたりとか、すごいんですよ。そういうリスって何にでもなれる感じ。あ、そうかもね、うん、うんじゃないかななんて思いますけどねの駅中のショップっていうのは、はい、やはり出店するのはなかなか難しいものなんですか？まあ、難しいと言いますか、うん、やっぱりあの主催されてる企画会社さんがあるので、はいはい、まあ、そこの会社さんとのやり取りで、うん、まあ、多分募集とかもそういうそこの会社さんのホームページとかいろいろ見たら、はい、まあ、普通に募集されてるかなっていう感じなんですけど、今割とそのもの作ってる方が発表する場っていうのは昔よりだいぶ増えてると思うんですよね、まあ、よくよく見るとどこどこで募集してますみたいなのが結構インターネットとかで載ってるかなと思います。そうなんですね、まあね、今日のお召し物も全てリスちゃんがプリントされておりますが、リスちゃんがリスちゃんのね、はい、こうもう福士さんが描かれたイラストの、はい、これは T シャツですか？そうですね、T シャツ、あ、パーカーも、はい、パーカーも、はい、そしてスカートもね、シマリス、そうですね、あの T シャツとかパーカーは、今あのインターネットのすずりっていうサイトで、はい、そうですね、クリエイターさんのいろんな柄を選んで注文できるというのがありますので、そうなんですよね、はい、それで自分が着る分も作ってるという感じですね、うんうんいいですよね、あのいいですね、1点で買えるっていうのがすごくありがたいですよね。そうですね、昔だと例えば T シャツ作るにしても、うん、まあ、活動を始めたばっかりの頃は、うん、じゃあ50枚とか100枚は作らないとみたいな時だったんですけれども、ね、今だと1枚作れるので、はい、そうですよね、そうなんですよ ね、 ね、であの注文する方がなんかアイテムを選べるじゃないですか、パーカーにしようかな、よくご存知で、そうそう、はい、あ、そうなんですね、長袖 T シャツにしようかななんて ね、 いいね、はい、選んで作れるし ね、 いいね、はい、さっきねちょっとお話ししてたコマラジのスタッフさんがリスが好きでって話なんですけど、はい、彼女ねスタイフのヴィンテージのリス持ってらっしゃる、はい、いいですね、私も少しだけ持ってま す、 ってます、やっぱり可愛いの で、 そうなんです、でもなかなか今、ね、写真を送っていただきました素敵なコレクションで、はい、本当これも素敵ですよね、今なかなかちょっと入手できないんじゃないかなっていう気がします。はい、福士さんは近々イベントのご予定っていうのはありますか？あ、はい、あります、はいはい、あのまず11月の11日の土曜日にデザインフェスタという、まあ、いろんな方が出展するあの東京ビッグサイトの大型イベントにまず出展します。有名なイベントですね。そうですね、いろんなクリエイターさんもたくさん出られて、あのビッグサイトってね、企業の展示会とかやるような広い会場に、まあ、個人のクリエイターさんがメインなんですけども、もういろんなのが並ぶ、ワンちゃんグッズとかもあるかもしれないですよ。そう、ありますよありそうですね、多分ね、キャラクターになってたくさんあると思います、はい、うん、はい、で次がですね、はい、あの博物クリスマスという、はい、あのミュージアムショップみたいな、あのなんて言うんでしょうね、デザインフェスタと似てるんですけれども、はい、もうちょっとなんかアンモナイトとかハニワとか、うん、ちょっと博物館寄りのテイストのグッズが多いイベント で、でそちらは11月の18日の土曜日と19日の日曜日に、はい、浅草の産業貿易センター台東館というところで開催されます、うん、はい、今フライヤー拝見してるんですが、はい、なんとも個性的な感じで博物
つクリスマスとありますが、ね、はにわちゃんだったりな、ね、はい、いろいろありますね、変わったものが。やっぱり博物館のミュージアムショップって、はい、すごくちょっと変わったものとか売ってますよね、うんうん、よくね。そうですね、本当にあのテイストのものを、うん、まあ、会社さんとかも一部出てるんですけども、うんうん、まあ、一般の方でそういうのお好きな方が作られてたり、うん、まあ、あと研究されてる方が、まあ、そのまあ、本業と趣味と両方で作られてる方とか、うん、まあ、いろんな方いらっしゃるんですけども、もうとにかく皆さんこれが好きっていうものを出されてるんで、まあ、そんな中であの月種類をちょっと押していこうかと、うん、いいですね、月種類月種類、はい、月種類ってね、皆さん意外と馴染みがない方もいらっしゃるので、うん、まあ、イベントに出ると、あ、こんなにいろんな月種類がいるんだみたいなことが分かったり、うん、あとリスグッズこんなにあるんだとか見ていただければなと思います、うんうんうん、そうですね。このイベントでは、はいはい、クリスマスツリーが置かれてるみたいで、はい、ツリーに自分が持ってきたあの博物オーナメントが飾れるよって書いてありますね、うん、はい、なので月種類のオーナメントも、うん、飾る予定ですね。楽しい、はい、月種類のオーナメントなんてあんまないですよね、はい、なので作っちゃおうっていう感じですね。そういうことか、そういうことですね。ないものは作ろうみたいな、そう、はい、すごいな作家さんって。 やっぱり本当、私もね、昔やっぱり、今はずっとウクレレとかこういうラジオをしたりしてますけど、もともとものづくりをいろいろしてたんですが、そうですよね、うん、その頃、はい、本当にないものは作っちゃおうが基本だったんです。だからピーターラビットのいろんなキャラクターのものも、はい、ないものは作ってしまおうって言ってデコパージュでいろんなものを作ったりしたり、絵付けで描いたりとかっていうのをやってましたが、うんうんうん、やっぱりアーティストさんってみんなそういうとこなんですね、始まりはね。そうですね、皆さん欲しいものを作ってらっしゃるんで、ね、もうすごく生き生きと楽しそうです、うん、そんな感じするわ、そんな感じするよね、うん、いいですね。いや、本当私悦子さんとお会いするたびに、もうその会場に集まってる、まあ、月種目好きな皆様も、はい、本当に幸せそうで、はい、ね、やっぱり大好きだから、はい、だってそこにポストカードからもう本当にグッズがたくさん集まるんですよ、うん、多分かなちゃん行ったらこんなにっていうぐらい、はい、普通はシマリスとか、はい、その月種目のものってそんなに集まるわけがないぐらいのグッズが集まってますもんね、はい、本当リスカフェはね、あ、そうですね、で、うん、リスカフェも今年は12月の1日の金曜日から12日の火曜日でね、はい、先ほどご紹介いただいた高円寺のポタカフェさんというお店 で、はい、今年も開催いたします。12月1日から、はい、行くんですか？行かなきゃ、はい、お待ちしてます。久しぶりに行かなくちゃ、ね、そう、高円寺ね、新しいグッズもどんどん出てますので、うん、そうですか、はい、あの皆さんの、レコードジャケットのサイズの絵は今もやってるんですか？はい、そう、ジャケットのね、いろんなアーティストさんがジャケットサイズに絵を作って、それはもうみんな人気だから抽選とかになるんですけど、うん、先行でもう初日に行かないと買えないとかそういうのがあるんですよ。そうなんだ。そうで、私ちょっとあのお一人のアーティストさんの絵がとっても気に入ってて、はい、何年間か続けてこう通って買わせていただいた。初日にありがとうございます。初日に行ってこれお願いしますって言って買わせていただいたりしてましたね。さあ、それでは2曲目のリクエスト曲にお答えしたいと思います、はい、2曲目選んでいただきましたのはイルカさんの曲ですね。丸い命という曲ですが、これ私聞いてみて、あ、この曲がこの曲だったんだって思ったんですが、いつこさん、この曲はどんな感じでお好きで選んでいただきましたか？そうですね、イルカさんも本当に子供の頃から好きで、うん、あの最初に買ったのが、はい、イルカさんのカセットなんですよ、そうなんですか、はい、なんか悦子さんすごいお若く見えるんですけど、もしかしたら同じくらいなのかな、ね、さっきの、ねね、話からもね、ね、話からもしかしたら同世代なのかなって思ったりもします ね、はい、じゃあこちらも昔から大好きなイルカさんの曲ですね、はい、ではお聞きいただきたいと思います。イルカさんで丸い命、お届けいたしましたのはイルカさんで丸い命でした。この曲ね、この曲ね、はい、すごく知ってる曲だったよね。そうだよね、そう、歌える、ね、歌える。タイトルだと皆さんね、どの曲、うん、ってなりそうです、ね、なんかすごく、ね、有名ですよね。有名です ね、知ってるわ、ね、うん、さあ、ここでメッセージいただきましたので、はいはい、ご紹介させていただきます、はい、ラジオネームスタッフ文長さんからいただきました、はい、ゆりさん、かなさん、福士さん、こんにちは。こんにちは、スタッフ文長です。
今日はリス好きの祭典ということでお邪魔してしまう気満々でしたが、なんとコロナにかかってしまいまして、熱にうなされながらラジオを聞かせていただいています。私も気がつけばリスグッズたくさん持ってました。笑い。リスカフェイベント行きたいですね。ありがとうございます。じゃあ行きましょうね。行きましょうね、一緒にね。はい、お大事になさってください。お待ちしてます。本当よね。はい、残念、残念。今日多分一番楽しみにしててくれたのに。なるここに入りたかったかもしれないみたいなね。本当ですよね。入っちゃってもよかったのにっていう。ね、残念だな。またの機会にだね。じゃあね。ね、ぜひお待ちしております。一緒に行きましょう。はい、ね、さあ今日ね、いろいろお話伺ってきましたが、はい、悦子さん、これから先、はい、リスにね、皆さんにリスを知っていただくための何か野望とかありますか？こんなことしたいなとかってありますかね？そうですね、うん、まあ、やっぱりリス知っていただくっていうのは、はい、やっぱり今おっしゃっていただいたのと全く同じ理由で、リスの漫画を描いて、はい、まあ、ツイッター、今 X ですかね、うん、ね、とかインスタグラムとかにも載せてるんですけれども、はいはいはい、まあ、あとよくなんかご要望いただくのが、絵本ないんですかっていうの、ちょっと絵本も作れたらいいなっていうのは常々考えてるのと、ぜひ作っていただきたい、読みたいです、頑張ります。はい、そう、ま、漫画はもうあります、うん、そうですよね、はい、そうか、はい、そう、ここにあるやつですね、あの漫画みたいなの、ここにありますかね。そうなんですよ、このシリーズですか？あ、これはちょっと他の作家さんで書かれてる方も、うん、リス作家さんって実は猫の作家さんみたいに何人かいらっしゃるので、なるほど、まあ、漫画書いてる方はね、一人はいらっしゃったんですけど、ちょっとまた私もそこに参戦したみたいな感じだったんですけど、うん、でもなんかさ、ここに知っておきたいリスのことって言って、はい、いろんなこう質問に対してリスちゃんが答えている、うん、そうそうそう、リスのね、はい、Q&A があるんですが、うん、なんかそういうのにこう乗っ取ったら面白そうな感じがしますよね。ああ、ああ、今ね、かなちゃんに悦子さんの書いた漫画を見ていただいています。はい、そう、リスの夢、これ面白いですよ。 ありがとうございます。まあ、であとリスのグループ展開いたりですとか、うん、やっぱり皆さんにリスのこと知っていただく機会増やしたいっていうのは考えているので、あと今回もリクエスト曲も、はい、まあ、イルカさんの歌比較的近いんですけど、リスの歌ないなってちょっと真剣に考えた結果、そうですよね、そうです、なのでもうリスの歌があったら多分ことあるごとにリクエストをするので、いかがですか？これは頑張って作らないといけない ね、 作りますかね。はい、リスの歌作りましょう。はい、リス好きさんが皆さんリクエストしてくださるんじゃないかと思うので、うん、いろんなところにこう BG で流してくれそうですね。うん、そうだね。これは真剣に、知らないこといっぱいあるもんだって。本当、リスちゃん、例えばどんなこと知らなかった？尻尾が切れるんですか？あ、尻尾ね。そうなんです。これはね、はい、やっぱり命を守るために、うんうん、こう何か例えばリスってフクロウとか天敵なんだけど、うんうんうん、捕まりそうになった時にその尻尾をこうフクロウがクッてやったら、うんうん、尻尾をプチッて切って逃げていくわけですよ。もともとね、ピーターラビットのお話の中でも、はいはい、シマリスナトキンのお話っていうのは尻尾をね、フクロウに取られちゃったっていうお話なのね。はいはい、でもそれは本当に自然界のことをちゃんとお話にしてるので、うんうん、なんかちょっと怖いなって思われたりもするんだけど、うんうん、ポターさん、ビアトリックス・ポターさんは本当のことを絵本にしてる人なんですよ、うんうん、自然界の。そうですね、そうですね、でも生えては来ない、生えては来ないです。 そうですね、そこちょっとね、トカゲさんと違うんですけれども、ね、じゃあない子はちょっと一回怖い思いをした子なんだなっていう、うん、そうですね、そうなんですね、うん、でも時々いますよね、やっぱり飼いリスちゃんとかでもね、はい、複数飼ってたりすると喧嘩しちゃったりとか、怪我しちゃったりとか、その例えばお家で飼ってる、それで争いがあって尻尾切れちゃったみたいな、うん、この尻尾はどうしちゃったらいいんですかね。そこは考えたことなかった。そうですね、あーっていう感じですよね。はい、まあ、なのでね、切れちゃうんだなって多分 ご存知だったら、例えばお子さんとかがつかみそうになったら、うんうん、あ、切れちゃうからダメだよとか、ね、よく優しく使ってね、猫ちゃんの尻尾とかね、お子さんつかみそうになったりとかするので、うん、まあ、でね、リスさんは本当切れちゃうんだよって言うと多分、ね、お子さんもねつかまないでくれるかなという、まあ、でもね、そういうちっちゃいものは本当に優しくっていうね、そういう、うん、なんていうかな、扱うっていうかね、大事にするのよっていう気持ちもやっぱり生まれますよね、うん、そうですよね、うん、びっくりした、ね、これ今見ててリスの歌ができた暁にはその配信のジャケットはちょっと悦子さんに書いていただいてですね、ぜひお願いしたいです、配信する
言っちゃった。あ、言っちゃった言っちゃった。なんかいろいろ忙しくなってきたよ、ゆりちゃん。そうです ね。でも言うこと大切なので今日言ってしまいましょう、ね、うん、頑張ろう。いろいろこう知らない生態が過去に書いてありますね、うんうん。いや、この一冊でこれ面白いですね、はい、ねえ、いいでしょう。ラブホーブクロ、ラブホーブクロ、素敵な本でしょう、ね、かわいい、はい、こちらはたたつみ出版さんですね、はいはい、お求めいただけますので、はい、皆さん今日聞いててあらちょっと見てみたいっていう方はね、調べてみていただきたいと思います、うん、はい、これね塗り絵もついたりして、はい、なんかこう作ってみようっていう、あのリスラテをね作るため の、 あの型紙があるの、はい、うん、ブローチの型紙も、そう、いろいろ自分で作れたりするんですよ。リスに会いたくなったらっていう、うん、リス園リストも載ってますよ。そう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 。すごい。あの町田のリス園はシマリスも少しいるんですけど、はい、あの我が家でリスをシマリス飼ってて、亡くなった後にねすごくシマリスの餌がたくさん余っちゃったのね、うん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 、たくさん買ってたから、はいはい、それはね町田リス園さんに寄付しに行ったんです。言ってたね、はい、うん、そうなんです。ぜひ皆さんで召し上がってください。リスの皆さんで、リスの皆さんで召し上がってくださいって差し上げてきた過去のお話がありますが ね、はい、はい、いや今日はいろいろお話伺えてよかったです。本当にありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました、はい、またぜひお越しいただきたいと思います、はいはい、本日のギフトボックスのゲストは福士悦子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。